エステルスンド FK はスウェーデンエステルスンドに本拠地を置くサッカークラブチーム。1996年10月31日、もともとエステルスンドにあった3つのクラブが協力して設立された。設立以来クラブは長らくサンブリーグに所属していたが、2013年にスーペルエッタンに昇格すると、2015年にアルスベンスカン昇格を達成した。 1996年、エステルスンドに本拠地を置く3つのクラブが新たなクラブを設立し、スウェーデンの一部2部リーグに参加させる計画について話し合いを行った。翌年、新たに FRS、イ f もこの計画に加わった。この計画で設立されたエステルスンド FK は1997年から3部リーグに参加、これと入れ替わる形で、 ウスティスンド・トルバラ FF は活動を休止した。2000年代クラブはイギリス路線を取り、2007年にはスポーツディレクターのダニエル・カインドバーグがスウォンジーシティ AFC の監督を務めていたロベルト・マルティネスに働きかけ、提携を結んでいる。2010年クラブは低迷し4部クラブへ降格した。翌年、ダニエル・カインドバーグを呼び戻すと、再び、 スポーツディレクターに就任させ、より多くのスタッフを雇うために、地元企業の協力を募らせた。また当時イギリスの大学で働いていた、グラハム・ポッターを招聘した。ポッターは、ナイキフットボールアカデミーとのコネクションを活かして、選手を集め、4部で優勝し昇格すると、翌年は3部を制覇しスーペルエッダン昇格を果たした。2013年は10位で終えた。 2014年1月、クラブはリビア人選手の育成、強化のためにリビア政府と5億スウェーデンクローナの取引を行ったことを発表した。この計画では、クラブは初年度は60人、翌年以降毎年250人のリビア人の若者を受け入れる取り決めになっている。受け入れられた選手は、サッカー以外にも英語教育とコンピューター教育が実施される。 この取引によって、クラブの収入は50%以上アップする見込みである。十選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。カンタクチャッペギフターオタブリンガー2013、オステルサンズ FK。2013年1月20日閲覧。カージェ・リンドベルイ、オステルサンズ FK ウォールスバンスクド FR、フルヒテ・ギャンギン。 SVT スポーツ二千2015年10月27日、閲覧。オステルサンズ FF イストリア。2013年1月20日閲覧。オステルサンズサザールブリティスクド。2013年1月20日閲覧。FK ティルビカブリック。2013年1月20日閲覧。スペレッタンクラブ FREN ハブミリアール。2014年1月10日閲覧。 ありがとうございます。